コバタクチャンネルへようこそ。小林拓一郎です。今ちょうどジップのサロンに中川大輔くんがおりました。どうも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 。なんか今あれジェネジーの YouTube チャンネルを撮ってたの。ジップチャンネル用の、はい、撮ってたわけですね。オープニングを撮ってました。なんか料理がどうのこうのって言ってましたけど、料理やるんだっけ。もと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 あのアウトドアのバーベキュー専門なんで僕。すごいよね。なんか検定持ってんだっけ。そうです、バーベキューインストラクターの資格を。え、それどうやって撮るの。結構ね、簡単に撮れます。どういうことやるの。いやでも最初の初級編とかは講義を聞いて、うん、まあ、軽く筆記試験やりながらも、うん、こういう風にやるとバーベキューっていうのは楽しいよ、スマートにできるよっていうのを、スマートバーベキューっていうのを僕たちこうバーベキュー協会の人間は目指してるんですよ。何そのスマートバーベキューっていうのは、みんながストレス抱えることなく。そうです、そうです。え、パタパタしてませんか、バーベキューって言ったらこうやる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 。全然違うの。全然全くスマートじゃない。やる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 っつったけどやってねえや。それすらもやってねえや。片付けとかも、うん、なんかどうするこうするだとか、何持ってくるだとか、うん、そこまで。やっぱパーティーオーガナイザーがいて、うん、しっかりと計画を立てて、うん、もう本当ゲストはお迎えするだけっていうようにするのが本当にスマートなバーベキュー。そこまで全部おもてなしをしてあげるのがそのバーベキューコーディネーター。もちろんバーベキューインストラクター。インストラクターか。しっかりやりますから。肉とかも用意してるの。もう味付けとか。バーベキューはもう準備で8割終わりますから。2話になって焼くだけって言ったらあれですけど。それは参加する方はただその参加して楽しいの。一緒にやるから楽しいじゃない。屋外パーティーですから。ああ、そういうことか。スマートにやらないといけない。だから早くそういうのができるようになるといいね。またね、本当に困っております。本当にね、この夏にはそういうことやりたいね。ぜひね、皆さんお家で、はい、まずはね、スマートバーベキューじゃない、スマートステイホーム料理動画の方を、はい、の YouTube チャンネルに載っけてますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。お願いします。ちょっと僕も唯一パスタだけが得意料理なんで。男のちょっとね、そうなんです、そうなんです。そこだけちょっといつかなんかその動画流せたらなとか思うんだけど、ちょっとキッチンの方がね、あまり見せられる感じじゃないから、ちょっと一回掃除してから。そこからです。そうですね、そこからやってみたいと思う。お時間があるんでやってみたいと思います。長岡大輔くんでした。ありがとうございました。ぜひミラパーの後のジェネジーも聞いてね。そしてまた見てね。はい。そしていいねもよろしく、チャンネル登録もよろしくね。